皆さんこんにちは。トップランキングへようこそ。本日は2018年期待のゲームについてお話ししたいと思います。ずっと前から発売されることが決まっているものばかりです。では始めましょう。キングダムカムディリーバレンス、もう3年以上も話題になっているので期待も大きいです。ウィッチャー3の要素を引き継いでいると言われていますが、ただしモンスターを倒すといったストーリーにはなっておらず、視点も一人称となっています。また今作では戦闘システムや RPG にありがちな設定も刷新されています。攻略も難しくなっており、オープンワールドも広くてストーリーも見事です。ですが懸念材料もあり、ゲーム制作スタジオ側がこれだけのプロジェクトを行うのはキングダムカムディリーバレンスが初めての試みで、資金も経験も不足しているので、そんなに期待していいのかは微妙なところです。発売日は2月13日の予定です。ファークライ5。一方でファークライ5の大ヒットはもう疑いの余地がなく、ゲームの設定だけでも簡単してしまうほどです。本作の舞台はアメリカのモンタナ州となっており、見事にファンの心を射止めています。ゲームの風景に見とれてしまって数時間は過ぎてしまいそうですし、ファークライ史上最大のオープンワールドになっており、クオリティの高さは言うまでもありません。加えて協力プレイもできるようになっており、オープンワールドを検索してこなすありとあらゆるミッションが盛りだくさんで、狩りや漁もすることが可能になっています。発売日は2月27日です。ザ・クルー2。 Ubisoft 社で一番人気のレースゲーム第2弾です。第1弾リリース時も注目度が高く、多くの新規プレイヤーが虜になってしまい、今でもプレイしているほどです。このゲームの魅力は広大なオープンワールドとマルチプレイができる点にあります。そして今作ではさらに飛行機や船、オートバイでのレースも可能となっています。グラフィックや車の外装にも変更が加えられているので、ゲームのクオリティと人気ともに前作を上回ることは間違いありません。発売日は3月16日の予定です。ここからはまだ発売日が決まっていないものになりますが、来年リリースされることは決まっているゲームです。ダークサイダーズ3。待ちに待った新作ですが、長い間絶版になったものと思われていました。なぜかというと、最後にシリーズ最新作がリリースされたのが2012年のことで、2013年に制作会社の THQ が倒産して潰れてしまったからです。その後、メトロシリーズを含む大多数のゲームがディープシバー社によって買収され、ダークサイダーズの権利は THQ から THQ ノーディックへと移譲されました。この THQ ノーディックにはこれといった名作もなければ、ゲームを制作する資金もなかったので、ダークサイダーズの続編については忘れ去られていましたが、今年の5月に第3弾が発売されるという発表がありました。ですが予告映像を見る限り、前作と比べてグラフィックにほとんど変化がなく、やはり制作会社に資金がなかったようで、完成までにこれだけ時間がかかったのもそれが原因のようです。大丈夫なのかと心配にもなりますが、その分心から熱心にゲーム制作に取り組んでいたという考え方もできます。そういう作品の出来が悪いなんていうことはまずありません。デイズゴーンは週末後にゾンビが溢れ返った世界が舞台で、出てくるゾンビは単体で歩いているわけではなく、凶暴で素早い上に大勢で群れており、一気に乱射すると爽快です。またゲームはオープンワールドとなっており、天気もリアルタイムで変わりますし、ストーリーもゲーム内のクラフトも見事で、ソニーは期待を裏切りませんね。ゴッド・オブ・ウォーは有名なシリーズの続編でありながら、前作とは全く異なる仕上がりとなっています。
例を挙げればキリがないので短くまとめると、グラフィックがより鮮明でストーリーも面白くなっており、もう単純に素晴らしいとしか言いようがありません。特にクレイトスとその息子の関係性には注目です。今作のストーリーはこれまでにないほどの最高傑作となっており、ゲームプレイの方も新しい要素が満載で、敵にとどめを刺す時のシーンも見事です。レッドデッドレデンプション2、ここ4年間で一番期待されているロックスター社のゲームレッドデッドレデンプション2を抜きにするなんて考えられませんよね。4年前に GTA 5がリリースされたのですが、それ以来 GTA 5の改版を除いて一つも新しいゲームはリリースされていません。ですが5年後となる来年には 99.9% の確率でレッドデッドレデンプション2がリリースされますし、オンラインプレイモードもあるはずです。 GTA オンラインほど人気が出るとは思いませんが、何かびっくりするような仕掛けがあるに違いありません。なんといってもロックスター社ですからね。グラフィックはありえないほど細部まで細かく再現され、ゲーム内でできることもこれでもかというほど増えているでしょう。さらにシングルプレイキャンペーンが搭載され、見事なオープンワールドや綺麗なグラフィック、そしてバラエティあふれるモードでプレイすることが期待されています。さらに PC 版もリリースされるのを世界中のプレイヤーが待ち望んでいます。ステイトオブディケイ2。ステイトオブディケイ2は協力プレイが可能なゾンビゲームで、自分の陣地を作って街へ出撃し、車を運転したりオープンワールドを探検したりして楽しむことができます。これだけ言えば十分でしょう。特に第1弾をプレイしてハマった人には面白いのではないかと思います。これで以上なのですが、最後にまだ正式に発表されていないけれども来年リリースされることが確実なゲームや、リリースされるかどうかも疑わしいものを列挙していきます。まず E3 2017で発表されたエレクトロニックアーツ社のアウェイアウトは、分割画面というユニークな協力プレイが可能となっていますが、来年リリースされるかは分かりません。サイバーパンク2077は2013年からずっと期待のゲームランキングトップにランクインしているのですが、ゲームの体験版すらまだ出ていません。開発を担当しているのは CD プロジェクトレッドで、ハイクオリティなのは間違いありませんが、発売はまだ先です。 Ubisoft 社のビヨンドグッド&イーブル続編はもう随分時間が経っていますが、おそらくリリースまでまだかかるでしょう。スカル&ボーンズは公開されている情報が非常に多く、おそらく来年発売になりますが確実ではありません。ダイス社のバトルフィールドシリーズ5作目は来年リリースされることが決まっていますが、どのような設定になっているのかはまだ公表されていません。トレイアーク社のコールオブデューティーはこの先どういう展開になるのか気になりますね。また未来へ戻るのか過去へ行くのか、それとも現代が舞台なのか。現代だといいなとは思いますが、実際にどうなるのかは分かりません。未公開ゲームの噂が流れるとともに、ウォッチドッグスとアサシンズは2年おきに新作が交互にリリースされるという情報が昨年ネット上に流れました。今のところそうなっていますが、来年ウォッチドッグスとアサシンズどちらの新作がリリースされるのかは2018年5月になるまで分かりません。 E3 で新作が公開されるのが慣例となっているので、その時になれば他にも面白いゲームがリリースされることが明らかになると思います。これで本当に最後です。ご覧いただきありがとうございます。気に入っていただけたら幸いですし、年が明けるのが待ちきれなくなったのではないでしょうか。私たちトップランキングも皆さんとお会いするのが待ちきれません。今日はこんな声になってしまい申し訳ありませんでした。頑張って風邪を治します。皆さんもとても寒いので風邪には本当に気をつけてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。